皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回は私が今メインで使ってるこの Z6 ミラーレスのカメラなんですけども、こちらの D750 一眼レフカメラってまだまだこれからも使えるのかっていうところのお話をしていきたいと思います。なかなかこの一眼レフ買ってみようかな、でも今の時代ってミラーレスだよなって思う方もいらっしゃるかと思うんですけども、全然この一眼レフでもですねまだまだ使えますので、よかったらですね一眼レフちょっと購入したいなっていう方はですね、こちらの動画参考にしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、今回ですね一眼レフカメラはまだ使えるのか、まだまだ使えるのかっていうところのお話をしていきたいと思います。まずですね、まあ、カメラってイコール難しいっていうイメージがあると思うんですけども、まあ、一眼レフの時は確かにですねちょっと難しいと思います。さらにちょっと遡ってこういったフィルムカメラだとさらに難しいと思います。ただ最近のこういったミラーレスカメラって操作をほとんどカメラに任せて撮れるようになってきたので、その辺に関してはですね、まあ、初心者の方手軽に撮りたいという方はですねこういったミラーレスの方がですね、まあ、おすすめではあるかなというふうに思ってます。ただ、まあ、こちらのですね一眼レフとミラーレス撮れる画質が違うのかっていうところのお話もですねしていきたいですし、まあ、一眼レフとミラーレスの違いってどういうところなのっていうところのお話もしていきたいと思っております。まずはですねこの一眼レフとミラーレス、まあ、違いがあるのかっていうところなんですけども、はい、違いとしてはですね一眼レフってですねレフっていう名前がついてるだけあって、ここのところにですねプリズムとかですねミラーとかそういったものが入ってます。ミラーがですね、はい、そのミラーがなくなったものっていうのがこちらのミラーレスっていう形になっております。ここのですねレンズから入ってきた光っていうのがそこのミラーに当たってここのファインダーで覗いてそのままですね鏡越しで見ている状態になっております。なので、まあ、実際にですね鏡越しで見てるんですけども一眼レフの場合はですねミラーレスの場合はここのですねイメージセンサーというところに直接光が当たってその光をですね電子的に表示させてるっていうところになりますので、例えばこの一眼レフのモニターですね、モニターに関してはですね同じようにイメージセンサーに光が当たったものをですねここに表示させてるので、ミラーレスの場合はこちらのファインダーもモニターも同じ方式になっているっていう風にですね簡単に覚えていただければいいかなっていう風に思います。なので一眼レフの場合はファインダーで見た時とモニターでのですね見え方が違いますよ。ファインダーでは実際のものを見てるんですけども、モニターでは電子的に変換されたものを見ています。ミラーレスの場合は両方とも電子的に変換された画像を見ているっていうところになっております。じゃあこのですね、まあ、ミラーレスと一眼レフ、まあ、そういった違いがあって、じゃあファインダーを覗いた時にどういったメリットがあってどういったデメリットがあるのかっていうところなんですけども、例えばですねモニターの場合電気信号を受けてそれをですね、まあ、画像に変換してここに表示させるんですよ。なのでテレビなんかもですねスイッチを押してつけた時に0と1のですね電気信号を読み取ってそれをですね画像にするっていうですねちょっとタイムラグがあるので、それによってですね電源をつけてもですねすぐには表示されないと思うんですけども、それと同じ理論でですねこの画面も写真を撮る時に若干間のタイムラグがですねありますので、最近のですねミラーレスに関してはだいぶですねそういった遅延がなくなったんですけども、そういったですね遅延が若干あるので動き物の時にちょっとタイミングがずれるっていうところがあります。ただこのファインダーの場合光学式のファインダーっていうふうに言うんですけども、鏡越しに見てるのでそういった時差がないっていうところで、そのまま見た状態をですね写真で撮れる、タイミング的にですね同じような状態で撮影できるっていうのが一眼レフのすごくいいところで、この辺のですね光学ファインダーがやっぱり好きだっていう方もたくさんいらっしゃるかと思います。そういったですね、まあ、撮りたい瞬間のものを見えてるものをシャッターボタンを押すときに撮ることができるっていうのが一眼レフなんですけども、ただこれデメリットがあって鏡越しに見てるので、例えば露出を変えたって時でもですね鏡越しに実際にですね見ているものを見ているので、自分の目で見ているものって露出って変わんないじゃないですか。
なのでこっちで設定の露出を変えてもここで見えてるものっていうのは露出変わらないんですよ。ただミラーレスの場合はこのですね設定を変えればそれがですねそのままダイレクトにですね反映されます。まあ、ここのですね一眼レフのモニターではですね同じように設定を変えれば、まあ、明るさとかですね設定のですね明るさで変換できるんですけども、ファインダーの場合はですねそういったことができないので、露出計を見ながら調節して撮ってみて確認して、もうちょっと明るくしようとかもうちょっと暗くしようというところでもう一回ですね撮ってみる、設定を変えて撮ってみるっていうところになっております。なのでミラーレスの場合そういったところがこのぐらいの明るさにしようと思ってそのままパシッて撮ればそのままの写真が出てくるっていうですね手軽さがあるので、初心者の方にはすごく扱いやすいと思います。ただですね一眼レフの場合はこういった覗いて設定をして写真を撮って画像を確認してみたらもうちょっと明るい方がいいなっていうところでもう一回設定を変えて写真を撮って確認してこれでいこうっていうところでシャッターを押して撮っていくっていうですねちょっと手間があります。はい、なのでこの辺が、まあ、めんどくさいよっていう方もいれば、この辺がですね面白いところでもあるっていう風にですね思える方もいらっしゃるかと思ってます。その辺がですね、まあ、若干の違いですね。なのでミラーレスの場合は自分でしなくてもいいことがこのカメラがですね補ってくれます。例えばファインダーを覗きながらですね露出が変わるっていうところもそうなんですけども、例えば瞳 AF なんかですね、まあ、瞳を自動で追いかけてくれるので、まあ、撮る分にはですね、まあ、構図を決めてシャッターを押すだけっていうところでですねすごく楽になってくると思います。はい、一眼レフの場合はですね、まあ、そういったことができないので自分でAF 合わせるところを決めて、でそこでロックしたりとかして、あとは構造を作って撮影するっていうですねちょっと手間がありますので、ちょっとテクニックっていうのが必要になってきます。ピントを合わせて、うまく写真を撮るっていうところの、まあ、違いがやっぱりこっちは簡単でこっちはちょっとテクニックが必要になってくるかなっていうところになってますので、その辺の違いがやっぱり一眼レフとミラーレスではですね、まあ、ありますので、操作がまあ難しいか簡単かっていうところのですね違いだと思っていただけたらいいかと思います。あとは一眼レフの場合はミラーが中に入っているので、シャッターとミラーと一緒にですねカシャってですね音がするんですよ。なので結構大きい音というか振動もこのカメラにも伝わりやすいので、その分ですね手ブレがしやすくなってきますし、まあ、一眼レフの場合は一部を除いてですね、まあ、手ブレ補正なんかボディ内に入ってないのでレンズ内の手ブレ補正を使うしかないんですけども、ミラーレスの場合はボディ内手ブレ補正が入っていたりとか、カメラによりますけどね、そういった振動も抑えることができ手ぶれも抑えることができるっていうところで、まあ、初心者の方とか写真を撮る方にはすごくですね、まあ、簡単というか優しいカメラになっております。でここまでが大体の一眼レフミラーレスの違いにはなってくるんですけども、じゃあこれ画質の違いはあるのかっていうところなんですけども、答えとしてはですね、まあ、大きな差はないと思っていただいていいかと思います。もちろんカメラのスペックの差っていうところで画質の差は出てくるかと思います。例えば、画素数の差だとかフルサイズと APS の差とかですね、そういったところではですね、まあ、画質の差は出てくるんですけども、同じフルサイズで、まあ、例えばこのカメラ同じようにですねフルサイズのニコンのカメラで同じように撮っても差っていうのはそんなにですね、まあ、明確に出てくるわけではないんですけども、まあ、もちろんレンズによってはですねその差っていうのは如実に現れてきたりはするんですけども、そのレンズの差であってカメラの画質の差ではないというところだけですね分かっていただけたらいいですし、まあ、撮れる写真っていうよりは撮り方によって画質が変わってくるっていうところになっております。なのでこのミラーレスを使っているからいい写真が撮れるっていうわけではなくて、どういうふうに撮るかっていうところが大事なので、この一眼レフでも全然このミラーレスよりもはるかに上の画質の写真というかいい写真が撮れたりします。これはですね、まあ、どっちがいいというわけではなく、画質面ではどういうふうに光を使ってどういうふうなレンズを使って撮るかっていうところが大事なので、このですねカメラ自体の違いで画質にはですねそんなに影響はないというふうにですね思っていただけたらいいかと思っております。で実際にちょっとこの一眼レフで撮った写真っていうのを何枚か見ていただきたいと思うんですけども、どうぞ。Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and...どうですか、これはこの D750 とこのニコンの 50mmF1.8 のレンズをつけて写真を撮ったものになっております。はい、このレンズに関しては2万円ぐらいなんですよ。2万円ぐらいの単焦点レンズ、新品で買って2万円ですよ。2万円ぐらいのレンズになっています。でこの一眼レフ D750 で撮影しております。まあ、光がいかに大事かっていうところがわかるかと思いますし、この光によって表現がですね全然違ってきますので、いくらですね、まあ、このミラーレスを使って最新のミラーレス、これ最新ではないですけども、最新のミラーレスを使ったとしても、光をどういうふうに使うか、もしくは設定をどういう風にして撮影するかっていう方がめちゃくちゃ大事なので、そっちを優先的に覚えた方がいいかと思います。新しいカメラを買うよりもそっちの方が全然重要だと思いますので、一眼レフだとですね、そういったところが身につきやすいんですよ。というのがですね、まあ、ファインダーを覗くと見ているものがそのまま見えますよね。なのでファインダーを覗いた時に見えてるものを映すための想像力がここに見えてるので撮りやすいんですよ。それに対して写真を1回撮って、ちょっと明るすぎな暗すぎるなっていうところで調整を変えて撮ってみるっていうところで、少しずつこのファインダーから見ているものとこのモニターに映ってる画像っていうのをすり合わせていくことによって、今ある光っていうのを設定をですね、まあ、細かく調節していって、それに近づけていくっていうところがこのミラーレスではちょっとできないことですね。まあ、見えているものが画像として表示されているので、まあ、自分が見てファインダーを覗いて撮ってっていうところで、少しずつこの、まあ、実際に見てこうっていうところですり合わせなきゃいけないんですけど、実際にはこういうふうにファインダーをずっと覗いて露出を調節して撮影するっていうことが多いかと思いますので、実際に見えてるものとこのファインダーから見えてるものっていうのはやっぱりちょっと違うので、その辺の違いがなかなかですねすり合わせができなくてうまく写真が撮れないっていう方もですねいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うので、そういった場合ではやっぱり一眼レフの方がそういった感覚は身につきやすいのかというふうに思っております。でやっぱりですね、こちらの、まあ、ミラーレスの方がやっぱり扱いやすい、使いやすい、簡単、楽っていうところはやっぱりあります。でもこっちのですね一眼レフを使ったから、こちらのミラーレスでのそういった便利なところがすごくわかるんですけども、こっちだけを使った場合っていうのはここの機能が足りないな、例えば AF がちょっと遅いなとか、瞳 AF がいまいちだとかですね、まあ、そういったところにちょっとつながってくるかと思います。でもこっちではもともとそういった瞳 AF とかなかったわけですよね。そういったところをですねテクニックでカバーして写真を撮ってたっていうところがありますので、例えばこちらのミラーレスで瞳 AF がいまいち性能が良くないからっていうところで、新しいカメラをじゃあ買おうっていうところになると思うんですけども、こっちで、まあ、普通にピントを合わせてそれで撮影できてた場合っていうのは、もう私の場合 Z6 でも全然十分なんですよね。瞳 AF を使いながら、それで合わないときは自分でシングルポイントで合わせて、自分でピント合わせて調節して撮影するっていうところができますので、このカメラでも問題ないんですよ全然。なので価格的にも抑えたカメラっていうのを買うことができるんですよ、後々ですね。一眼レフを使って写真を撮っていると。はい、なのでここで身につけたテクニックっていうのはこっちでも全然活かせますし、安価なミラーレスでもそういったテクニックを使うことによって十分ですね使うことができますし、まあ、高価なカメラでも同じようにテクニック使いながら、今までよりも楽しながらですね撮影して別のことを考えて撮影できるっていうところもありますので、そういったところでもですねすごく一眼レフをやってきてすごく役に立ったところかなっていうふうに思っております。こちらのですね一眼レフの場合はカメラができないことを自分でやるカメラかなっていうふうに思ってますし、こちらのミラーレスの場合は自分でできないことをカメラがやってくれるものかなっていうふうにですね思ってますので、そういったことはですね最新機能の場合はそういったカメラがやってくれることがですね増えていきますよっていうところなので、そういったですねカメラにある程度任せて撮りたいっていう方はですね最新機種がいいかと思うんですけども、自分でいろいろ操作していろいろですねテクニック身につけて写真を撮りたいっていう方はですね一眼レフとか結構おすすめなので、そういったところでも活用してみていただけたらすごくいいかなというふうに思っております。で、まあ、価格なんですけども、
価格に関してはですね、大体似たような価格でもありますし、例えば一眼レフだと中古市場にはいっぱいありますので、そういった面ではすごく中古が買いやすくなります。ただ新品っていうのはもうほとんどなくなってきている状態なので、新品のカメラっていうのはですね、一眼レフの場合はちょっと買いにくくなってきてます。まあニコンなんかもちょっとですね、まあ新しく一眼レフをですね作らないみたいなですね、まあ、報道も出てましたけども、そういったちょっと新品は買いづらいけども中古市場ではいっぱいありますよっていうのが一眼レフになってます。で対してミラーレスなんですけども、まあ、新品はですね今ちょっと半導体不足とかそういったところで、まあ、買いにくい状態がありますし、まあ、何ヶ月待ちっていうのもですねたくさんあるかと思います。はい、で中古市場に関してはまあまああるかなっていうところなので、まあ、物によっては買えなかったりするんですけども、まあ、その辺のですね違いがあって価格はですね、まあ、一概に安い高いっていうところではないんですけども、まあ比較的一眼レフはやっぱり古めで中古市場になるので、まあ、その辺では買いやすいのかなというふうには思っております。はい、というところで、まあ、一眼レフとミラーレス、まあ、どちらがいいかというと初心者の方には私は一眼レフをおすすめするかなっていうところですね、まあ、真剣に写真を学びたいという方は一眼レフ使ってみてもいいかなというふうに思っております。ただまあミラーレスの方がある程度カメラに任せながらいろんなテクニックもですね、それに加えて身につけながらですね写真撮れますし、まあこれをですねずっと1個のカメラ使い続けるっていうこともできてくるかと思いますので、最新の技術を使いながら手軽に簡単にですね写真が撮れるかと思いますので、そういった面でもすごくおすすめかなっていうふうにはですね思っておりますので、この辺は、まあ、自分がどういうふうに扱いたいのか、どういうふうな写真を撮りたいのかっていうところで学んでいきながらですね、まあ、自分ちょっと一眼レフちょっと使って勉強してみたいな、ミラーレスでちょっと手軽に撮ってみたいなっていうところで選んでいただいてもすごくいいかなっていうふうに思いますので、まあ、この辺よかったら参考にしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。 I'll move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to